そうです、まあオフェンスはこう最終的に90何点取って得点取れたと思うんですけど、やっぱディフェンスにフォーカスするとやっぱやられてるところが多かったし、こうチームとして改善しようとしてましたけど、まあその中でもやられてきたところがあったし、まあこうルーズボールっていうところを相手にやられつながれて、そこから失点も多かったと思うんで、まあ勝ちはしましたけど課題の多かった試合だったかなと思います。オフェンスではもう相手を思い切り打つっていうことをしようと思ってたので、それはできたと思いますけど、まあ結構今日シュート数打ったんですけど、まあ入れれるもっと入れれる部分はあったかなと思うんで、そこはもっと練習しないといけないなと思いましたし、まああのこう入ってすぐのディフェンスでちょっとやられてしまう、自分がヘルプちょっとしなきゃいけないところをせずにやられたところはこう甘かったかなと思う。そこはこう出たらこう1秒も切り抜かずにやっていかなきゃいけないなと思いました。そうですね、まあなんか会場入った瞬間本当に半分は黄色だったし、半分以上アウェー、じゃあホーム席のとこも何人か黄色を着てくださった方がいらっしゃったので、やっぱ改めてアウェーでもすごいなと思いましたし、ホームの音が入ったとしてもこう後ろからブレックスファンの声も聞こえてくるので、改めてすごいなと思いましたし、心強いなと思いました。まあもう天皇杯ってなると負けたら終わりですし、こう、まあ、3試合もあってこうすごいハードですけど、チームとして一試合一試合成長しながら勝っていくことが大事だと思うので、また1週間練習していい状態で臨めたらなと思います。いつも応援ありがとうございます。本当に改、まあ、さっきも言いましたけど、改めて皆さんの凄さを感じたので、ぜひ天皇杯ホームですし、初戦からなんかまだチケット余ってるようなので、どしどしというかこう皆さんで買っていただいて黄色く染めてください。応援よろしくお願いします。